はようございます。お魚さばきをしていると喉越しが欲しくなる。どうも、マキノンです。今回なんですけども、今回もね、一色魚村に来ました。そしてね、ありがたいことにチャンネル登録者数2000人突破しました。本当にありがとうございます。いや、僕がね、こうやって市場の動画を上げ出して、ようやく1年ぐらい経つんですが、まさかね、1年で2000人行くとは全然思ってなかったです。これもね、いつも皆様が応援してくださったからこそ達成できたと思います。これからも初心の心を忘れず、3000人という高き目標に向かって頑張っていくので、引き続き応援よろしくお願いします。そしてね、僕の動画では毎週市場の様子を上げてるんですが、毎回並んでる魚の値段や魚種全然違うので、お魚好きの皆様ならぜひ楽しめると思うので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日も楽しみに市場の探索行ってきましょう。いやー、さっきまではね、結構雨が降ってたんですが、急に晴れましたね。どうも、晴れ男です。さあ、楽しんでいきますか。あ、すみません、前回ちょっと名を名乗るの忘れてしまって、ここでございます。あー、なんか珍しい魚見ましたか。そうね、すごい巨大なマダイが。ね、そんなでかいフライパンです。限界がある。そうっすよね。昨日土砂降りだったじゃないですか。また教えてくださいよ。だから持っちゃったのなってことだ。
ってから言ってね。それがいい。はい、はい、どうだね。おはようございます。はじめまして。マキロンと申します。いやてか、金メダル美味しかったっすよ。この前ここしか撮ってなかったもん。そうですね。この前これもありましたっけ？ あったよ。あったけど俺が足を引っ張って。くれっていうあれもあるんですけど、おはようございます。はい、カサゴね。はい、あらかさん天狗がいて、ごめん。はい、
う全体的に安いですよね。長いこといますね。あ、でもあれか、明るいもんで、そんな感じだけだ。はい、お待たせしました。はい、いかがでしょう。ただいまってことでね、本日も一番の探索行ってきたんですけども、本日もね、たくさんのお声掛け、そしてね、差し入れのお気遣いもありがとうございます。そして今回なんですけども、今回はね、魚は少ないものの結構珍しい魚や面白いハッピーボックスが売ってました。そしてね、今が旬の初ガツオがめちゃめちゃ安かったですね。1本700円前後で売ってました。これはね、かなり安かったと思います。ぜひ市場でカツオを見かけた際は最速購入よろしくお願いします。そしてようやく梅雨の時期になってきましたのでね、これからの市場どんどんイサキが出回ってくると思います。あとね、マゴチもこれから旬になってくるので、ぜひね、これからも僕の動画を楽しみに見てくれると嬉しいです。そしてこれから豊橋の市場の方もね、撮影に行ってきたいと思うので、これからも市場の様子が気になるよって方はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして改めましてね、いつもコメントや高評価してくださり本当にありがとうございます。すごく動画を作る上でね、励みになってます。これからもね、皆様が楽しめるような動画作りしていくので、このチャンネルを一緒に成長させていけたら嬉しいです。何卒今後ともよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。これからもマケロンチャンネルをよろしくお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあな、しっ。